富山県総合運動公園陸上競技場です。試合開始前の気温は31度8分、非常に蒸し暑い天候の中行われますね。そうですね、本当 J2 のカターレ富山、ゴールキーパー橋田聡、ディフェンスは西野誠、浜野裕樹、堤健吾、中田洋平です。ツートップは黒部照明元日本代表に小木口拓也です。カターレ富山控えの選手はご覧の7名です。そして京都産が FC の選手を紹介しましょう。ゴールキーパー児玉剛、ディフェンスは水本博樹、片岡陽介、森下俊、そしてディエゴに柳沢敦史となっています。京都産が FC の控えの選手はご覧の7名です。カターレ富山は曽和弘監督、一つ大きな楽しみでもありますね。はい、そうですね。さあ今試合が始まりました。前半はね、そんなあのお触れもありました。さあ柳沢がボールをタッチして、もう柳沢抜けていく、柳沢、そして西野を送っていった。どうでしょう、ファウルですね。西野ファウル、18チーム中17位と苦しんでいます。さあ黒部、そして小手口、ボールとアスコントロール、そして朝日が前に行く。さあ前を向いた、ゴールまで 20m、 どうする、水が入ってシュート、弾いた、このまま、さあまだある、この後はどうだ、ファウルがありました。うん、真ん中に切り込んで、そうですね、左に持ち替えてシュートですよね。やっぱりシュートで覚えるってことはね、うん、はい、まあ、攻撃のリズムっていうのもね、出てくると思います。さあパスをつないでいく細かいボール、足元でボールを要求する柳沢ですが、そして西野、うん、柳沢シュート、弾いた、まだある、うん、さあそのシーン、ご覧のように、さあ入りスタートですが、今日チャンスシュート、ディエゴ、ここはよく見送った。さあまだボールキープ、しっかりボールキープしています。さあ裏を狙って黒目を走らせます。これは小木口だ、小木口だ、シュートに行くか、シュート決まった、うわダメだダメだ、ゴールキーパー正面だ、森下俊に代わって鈴木慎吾、ベテランを入れていきます。いいディフェンス、浜野裕樹、拍手が起こっています。カウンターアタック、今度はカターレ富山、一気に敵陣に入っていった。あ、朝日がやってますよ。さあそして朝日、朝日どうする、ダントラップ、折り返して、おーっと黒目に合わない、しかし中央に黒目が見えた。さあ京都がチャンスを迎えて、ディエゴ、左柳沢敦史が走る、柳沢へ、さらに追い越していく鈴木慎吾、柳沢敦史、バイタルリア、シュート、クリアした。カターレのボールになりました。朝日大輔受ける。さあ前線では小木口が最終ラインギリギリの位置で待って、さらに朝日、小木口、小木口チャンス、いいですね、小木口シュート、弾いて黒部、決まった、黒部照明、ガッツポーズ、カターレ先制。非常に抑えの効いたいいシュートですよね。はい、まあ、ここに黒部選手やっぱり詰めてますよね。ストライカーですよね。はい、さあすでに試合はロスタイムですが、これ審判笛を高々と鳴らしました。前半終了、前半終了間際、船津に矢田、朝日、川崎に変わっています。ツートップは小木口と石田秀之、15番がいう気持ちはやっぱ加藤監督持ってると思うんですよね。さあそのプレシーズンマッチ、カターレ対サンガ、後半戦が始まりました。つけるようなそんな風が上空吹いています。あ、いいですね。さあカターレがチャンスを迎えています。カターレどうする、クロスか、打ってもいいんじゃないですか。打っていた、打ちました、船津が。ただ船津選手ボランチの選手なんですね、やっぱりここまであの上がってこれるってことはね、はい、まあ、やっぱり、運動量っていうんですかね、あのチームで1、2を争う運動量って聞いていますんでね、はい、さあもう一度中田洋平、中田柔らかいボールを入れていく、クリアしたボール、さあまだあるぞ、川崎健太郎、川崎からまだボールが入っていく、浜野、これがドゥトラ、加藤光健に代わって入りました。あわよくばという狙いです。さあドゥトラ追っていきます、負けません。さあドゥトラ、ドリブル、ドリブル、川崎健太郎がマークにつく、さあかわす、ドゥトラが行って、そしてディエゴがシュート、決まった、最後はディエゴ、ドゥトラの個人技から最後はゴール正面、ドゥトラへ、1対1同点。そうですね、ここ3人釣られてるんですよね。でスルー入れてディエゴ選手フリーになってましたね。ちょっと
イエゴのゴール、1対1の同点に追いついた後半です。川崎健太郎に代わりまして長友佑也が入ります。ぜひ頑張ってほしいという、ね、エールをもらいました。そうですね、はい、もう本当気持ち西野選手、あ、これチャンスじゃないですか。さあチャンス、おっと飛び出している。ディエゴに代わって角田が入りました。角田誠、片岡陽介に代わって渡辺大吾です。中田洋平に代わりまして飛鳥翔が入ります。柳沢選手が下がって松島達也選手が入ります。柳沢選手地元の出身、柳沢選手に大きな拍手が沸き起こっています。雨が降ってきましたかね。パラパラっと雨が落ちてきました。ワンバウンドして、ここは京都の選手です。京都チャンス、ドゥートラを走らせがシュートに行った。キーパー取ります。さらにつなぎます。片岡陽介、この辺りチャンス、ノーファール。ここは渡辺大吾、鈴木慎吾狙っていった、おっと弾いた弾いた、なんとか弾いて、まあ、抑えきれませんでしたが、ね、もしかしたら無回転のシュートなのかもしれませんよね。ほとんど回転しませんね。そうですよね、やっぱり手元でやっぱり変化してるんですよね、さらに京都さんが中村大輔に代わりまして中谷雄介が入っています。さあチャンス、よっ、いや足が止まるシーンが多くなってきたカタール富山。そうですよね、もうボール出どころのところにね、はい、ちょっとやっぱりデビューするのは危ないですね。これおーっとジャストミートしませんでした、救われました。雨が激しくなってまいりました。まあ、ちょっとヒヤッとしたシーンですよね。そうですね、ここさあコーナーキック、朝日に代わりまして吉井が入りました。吉井直人ルーキーです。7257人の今日は観衆ということで、さあカタール蹴る、ゴールキーパー出る、さあチャンス、でもいいんじゃないですか、シュート打てるか、うーんとキーパー戻った、シュート、キーパー取る、あはじいたボールまである、キーパーちょっと雨でボールが滑りました。滝のような雨が降っていますが浜野勇気倒される、ファウル、ダメですからね。そうですね、やっぱりキャッチしにくいんでしょうね、もうでこの後に船津選手、まあ、冷静ですよね。そうですね、でこの後もさあ蹴る、狙っていく、高く舞い上がった、まだある、クリアしたボールを浜野、ん、小木口、そして石田秀樹、石田秀樹、クロスボールですよ、どうだ、押し込んでいった、入りましたね、カタール勝ち越し、堤です、混戦の1、最後ディフェンダー堤、2対1、36分、石田のボール素晴らしいボールですよね、本当に。で堤、あ、長飛びですかね。そうですね、でこの後に詰めていく、あ、そうですね、最後、そうですね、詰めですね、はい、半分ぐらい長飛び、さあ今度は京都裏を狙う、ドリブル、ドリブル、止められるか、さあ止まらない、うーん止まらない、おっとよく守りました、まだある、京都がボールをキープ残しています。滝のような雨が降っている、クロスが入る、ゴール前、どうだ、落ちたボール危ない、うーっとクリッチュー、雨が落ちています。さあまた雨が強くなりました。すごい雨ですね。古巣の京都さんが FC を相手に今日はゴールバウスを守っています。いいんじゃないですか。さあチャンス、小手口拓也、小手口シュート、ー惜しい、分かってましたね、滝のような雨、ロスタイムは3分、小手口のシュートをご覧いただいています。小手口のシュート若干ですね、2対1、 J2 のカタール富山1点のリード、蹴る、ゴール前へ、スルーと流れていく、パンチング橋田、よく守りましたよ、守りました。さあ画面上も選手の姿があまりはっきりと見て取れませんが、シュートを放っていくクロスだ、クリアする、ボールをキープしています。今日は7200人のサポーター、さあホイッスル、試合が終わりました、試合終了、2010 J リーグプレシーズンマッチ、カタール富山対京都サンガ FC。